はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第21回かな、やっていきたいと思います。もうミランダが村全体に侵食してきて、この馬とか大丈夫なのかよっていう感じですけれども、先へ進んでいきたいと思います。で、結局もう売ってくんなくなっちゃったんで、デュークが売ってくんないよね。マグナムの弾、マグナムとか全然鍛えてないんだけど、まあいいか、とりあえずこれでいこう。今あるやつ、ショットガン、スナイパーライフルの弾は少し多めにあるな。一応ハンドガンともスキッパーで、いやでもクリスのアサルトライフルやっぱめちゃくちゃ強かったな。てか走れないんだけど、そもそもこのまま突き進むか。お、邪魔をするな。いるんかい、めんどくさ。これはもうハンドガンで対処していこう。強っ、敵が。いや無視してもいいか。こっから生まれ入れ言えてない、生まれいずる。進まないと。そうだな、こんな奴に構ってられん。かわいいエヴァ、私の愛しい娘、さあ出ておいで。エヴァ、お前なのかい。ああ、どれほど会いたかったか。なんだ。私の力が奪われていく。ローズ。ミランダ。興味深い。やはり普通の人間ではないか。さっさとローズを返せ。早く。小賢しい。今度こそ息の根を止めて。今だ、ローズを。離せ。生涯を費やしてきたんだ。なのにそれを奪おうというのか。渡さ、我が大願がなされる時が来たのだ。ローズはこの私のもの。お前の役目は終わった。ちょっと待って。我が偽りの子らを始末、大いなる金魂を目覚めさせる。わかんない、わかんない、わかんない。いった。何も心配はいらない。私が真の幸福を与えてやるから。ちょ、わかって、どこ狙えばいいんだ。お前は安心して死ぬ。お前だけは許さない。これはどう。おお、待て。抵抗するも、子を愛する気持ちはお前にもわかるだろ。私とて同じこと。どうしてわからないんだ。ローズはお前の娘なんかじゃない、俺の子だ。いった。ない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 、待って、アイテムがない。回復薬だと1個しか作れなくね。どうする。こいつのあれがわかんないんだけど。これにするか。読み断じたらすげっぱんな。確率だって。私の邪魔をするな。ちょっと待って、いって、これすっげえ食らうんだけど。胸を貫かれ生きられる人間。さあ、死にそうで何言ってんか分かんないんだけど。この素晴らしい力を助けたもうたのだ。ああ、そうだ、君のせいで行かれたんだ。どこどこどこ、どこ行った。
ショットガンが今置いてあったな。死んだ死んだなちょっと待って、これ何、デュークの体験でこれだな。まずはマグナムの部品を買う。ショットガンじゃなくて買えねえ、金がねえ。これ売る、これも売る。ハイゼンベーグの機械の、ちょっと待って、取っとくま取っとこう少し。でまずこれは買う、で装着する。ハンドガン用はいらない。ショットガン連射速度のアップ、レミのやつもいらないから、なんてこれ絶対必要。ハンドガンの弾はいらない。ショットガンの弾か、スナイパーライフの弾か。でカスタマイズだな。でやっぱマグナム、装填数は7になってるね。あとはじゃあ威力上げて、ちょっと連射速度も少し欲しいからな。装填速度も一つか。でこれしか鍛えられん。2100か。いや全然強いな。1900、うーん、まあちょっとこれでやってみよう。でこの先へ進んで、かわいいエヴァ、どれですか、私の愛しい娘。スキップどれ、出ておいで。あ、こうね。ちょっと待って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 、ポーズ、イベントスキップ、はい。お前の役目は終わった。一応ちょっとショットガンで、我が偽りの子らを始末。こいつは聞いてるんだか聞いてないんだか分かんねえんだよな。一部はずらそう。いけ、私が真の幸福を与えてやるから、だからお前は安心して死ね。永遠に子を愛する気持ちはお前にも分かるだろ。私とて同じこと。どうしてわからないんだ、ローズは。お前の娘なんかじゃない、俺の子だ。じゃあここで終わりだ。いや、これクラウドマンじゃない。そうなんだよね、あれをなんとか。すぐに楽にしてやる。私の邪魔をするな。絶望の淵にいた私を救い出し、この素晴らしい力を授けたもんだろう。ああ、そうだ、貧困のせいで行かれたんだ。ちょっと待って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 、あ、狙えない。マグナム一回投入しよう。しぶといものだ、吐き気がする。一体さあ、大いなる貧困よ、我が呼びかけに応えたまえ。ちょっと待って、おお、なんだなんだなんだ、撃ち落とす。なに、暗い、マジか。どこだ、本当にわからん。もう良いだろ、明るくする。私に託すと。さあ、そうはいくか。貧困とローズが真に一つとなると、我が愛する娘は再び蘇る。私は100年待ち合わせた。100年今日この日のために。とりあえず横糸は絶対しとこう。胸を貫かれ生きられる人間なのだ。こちら側ではラストか、うん、これね、ちょっとなんとかしたい。マジで絶対食らうよな。死ぬだけど、お前がローズを手に入れてどうなるというのだ。ローズは俺の娘だ、ふざけるな。やば、あった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 
時間切れだ。さあ死ね。これがね、どうにもならん。なあ、あとな。もうスナイパーライフル腰ためで撃つしかない。いいよ、これどうにもなんねえな。二人とも4人の新たな子供も100年にわたる我が子だと。やばい、一個だけ作れて。寝ることはなかった。それがお前の本質だからだよ。お前は誰も愛せやしないんだ。どこが弱点なんだ。そのまま体を狙えばいいのかな。痛い。お前の命はもう終わった。なぜまだ。マグナム投入しよう。我が対岸は誰にも決し。お、行ったか。これで貴様の終わりだ。二度とこの私の邪魔をできぬ。貴様を禁錮。よしよしよし。弾とかダンスとかなかったな。まだやな。あっちを攻撃しとこう。もうこんなところで死にたくない。痛い。クリス何の援護もしてくれなかったな。最初の一発だけ撃って。おお、ローズ。大丈夫だローズ、もう大丈夫。イーサン、イーサン、おいイーサン、おいイーサン起きろ。まずい。クリス。イーサン、やったな。やつは終わった。それは俺も同じらしい。イーサン、逃げるんだ。おお、動かすかと思った。足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が仕込んである。これを見ろ。今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ。ミアが待ってるぞ。ミアはちゃんと生きてる。生きてるんだ。ミア、許してくれ。愛してる。ローサ頼む。おい、立て。おい。自分で伝えろ。ほら、あともう少しだ。守ってやってくれ。強くなれるよ。しくしろ。来て、ローズマリー。イーサン、
ローズ。ダーセイ、離陸だ、急げ。待って、イーサンはどこ？急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ、置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーサンがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて。どこに？今のは何？座ってろと言っただろう。いやよ、イーサンはクリス、あなた何をしたの？彼は死んだ。救えなかった。俺たちを逃がすために残ったんだ。すまない。隊長、これを見てくれ。 BSAA がよこしたのは兵士じゃない、 BOW だ。奴ら何考えてる？隊長、指示を。チーム全員を集めろ。 BSAA 欧州本部へ向かう。付けを払わせてやる。欲深い子だ。受けた恩も返さずに、魔女がそう言うと少女は鏡に閉じ込められてしまいました。そこへやっと少女の両親が助けにやってきます。
父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます。娘を頼む。母親は少女を連れ燃える森から逃げ出しました。焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見るといいます。バイオハザードビレッジ、これにて終了。いや、イーサンね、まあいろいろ傷治ってたからエブリンキンに侵食されてるとは思ってたけど、まあまさかもうすでにカビだったとはね、ちょっとそこまでは分かんなかったです。そしてね、最後もちょっと悲しい感じの終わり方で、悲しい終わり方でかつクリスたちはまだ戦い続けるっていうような終了の仕方でしたね。まあとりあえずやってみた感想ですけども、最初の方なんとか亭のところまで、武器がなくなる赤ちゃんが出てくるところまではもう本当にホラー要素で、そこから先は少しねやっぱアクション要素が強くなって、まあ、見事にね両方のバランスを取りつつ、一つの作品に仕上げたものだと思います。まあ、恐怖とね、アクションっていう、まあ、両立させたもうかなり素晴らしい作品だと思います。まあそんなわけで、とりあえずスタッフロールは飛ばしてもいいかな、飛ばせるかな。まあこのまま見ていきますか。あ、スキップできるわ。これスキップの仕方がよくわかんないんだよね。こうか。男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら？なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。ねえ、そうね。お父様はシャチとは違うんじゃないかしら。わかんないよ。父さん、誕生日おめでとう。イーサン・ウィンターズ。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって、わかるよね。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って。君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。まだガキだ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。
The father's story is now done. 意味がわからん。父親の物語は終わりですみたいな。終了です的な感じかな。スタンダード、クリアタイムは9時間50分。新しい難易度が選択できるようになりました。コンテンツが追加されましたと。レコード、決められた条件をクリアしてクリアポイントを獲得するチャレンジ機能です。で、チャレンジポイントはさまざまな特典を購入できます。ゲームモード、武器、アートワーク、フィギュア。ボーナス内のムービーに以下の動画が追加されました。カジュアル以上クリアしたのでエクストラコンテンツショップに追加されました。 VCX レコード達成、合計 38,510。 多いんだか少ないんだかよくわからん。なんか少なそう。まあセーブをしましょう。どこにセーブしとく。1にセーブしとく、とりあえず。はい、というところで、バイオハザードビレッジ、じゃあこれにて、本当に終了となります。まあ、あとはね、いろんな、コンテンツとかを、解放するためにちょいちょいやっていきたいと思います。まあ、あのローズも最後ね成長してたけど、ローズがあれだけ成長したってことはもう10年以上は経ってるよね。まあ、15歳くらいかな。でそうするとクリスもう何歳っていう話もあるんですけれども、まあ、また次の作品が出ることに期待しましょう。というわけで今回はここで終了します。バイオハザードビレッジ、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、ツイッター等のフォローしていただければ幸いです。